皆さんどうも、おつまるです。ギターのゆりです。2021年、年が明けましてから少々ちょっとお時間が経ってしまったんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。振り返りの動画が出せてないので、ちょっとだけ去年を振り返りつつ、もう今年の抱負なんかをね、今回喋れたらいいなと思って動画を回しております。昨年も年明けと一緒で、まあ誰しもがそうだったかもしれないんですけども、私にとってもね、めちゃくちゃ忘れられん年になったわけなんですよ。まあ、それはまあなぜかっていうと、まあ、昨年私はですね、今スマッシュルームっていう事務所に在籍してるんですけども、そっから派生をいたしましたエモセンセーションという会社の方にも今属しておりまして、主に私は映像の制作、撮影に行ったりとか、それを撮影したものを編集したりとかっていう稼働をやっているんですけども、最近だと生配信のカメラマン稼働なんかもやったりですね、ちょっと今までとは違う動きをしておりまして、それもね、音楽と同様に楽しんで活動できていた1年だったなと思い、そういう仕事に巡り合えたことも、まあこういう状況だったからこそなのかなと思い、すごい感謝をしております。まあ、カメラね、バンド時代からこうやって撮られることが多かったんですけど、まあ、実際に撮る側になって気づくこともいっぱいあったわけで、やっぱね、そうやって撮られる側から撮る側になって気づくこともあったし、まあ、もちろんギター弾く仕事も続けてるんで、撮られる側の時になった時に撮る側で学んだことを活かせるっていう、この両方で活動が還元できたのはすごい大きかったなと思ってます。で、まあ、なんといってもね、まあ、この仕事を、こういう映像系の仕事につながる大元になったのは、きっかけになったのはこのゆりのおつまるチャンネルなんですよ。まあ、ますますね、今年はこのゆりのおつまるチャンネル、やっぱね、稼働ができない状況っていうのもあるんで、このゆりのおつまるチャンネルを使って、このね、栗山流エンターテインメントをどんどんお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。で、まあプライベート的なことを言えば、そう、ちょっと背景見てもらうと分かるんですけどね、引っ越したんですよ。で、前の家はね、もう機材にめっちゃ溢れとったし、なんならベッドの上で撮影しよったし、で、今後ちゃんと映像を撮るにしても厳しいお部屋だったので、ちょっとソーシャルディスタンスに気を使いながらお引っ越しをしてまいりました。もう白壁をこうやってバンって使いたかったわけなんですよ。あと椅子に座りたかった。しっかり映像に、そしてまあ音楽のクオリティを上げるためにもということで、こういう状況ではあったんですけども、環境を変えました。もっとね、ちょっと面白いことをちょっとできるかなと思ってるので、ぜひ期待しててください。そして、まあ、2021年入りまして、私も今週末になるんですけども、イベントがあります。まあ、いろんなことに気を配って稼働をさせていただけるということで、ちゃんと告知をしたいなと思うんですけど、1月16日の土曜日、島村楽器新宿ペペ店さんにて、私ですね、なんと1日店長をさせていただきます。よっしゃー。何を具体的にするかっていうと、いつもまあ買うとか、あと気になるってなったら試奏をしに行くじゃないですか。でも、その試奏で何を弾いたらいいんだろうとか、あとギター弾けないけどギターは見たい、でも楽器店に入るのって一人じゃちょっと勇気がいるみたいな、そんなあなたにめちゃくちゃ来てほしい。私はギターを始める人が一人でも増えてほしいなっていうので、このギターっていうかこのチャンネルをやってたりもするので、もしね、この動画を見てくださった中にギターの思想を行きたいけど、ちょっとこういう状況もあるし一人じゃちょっと怖いとか、思想って難しいこと弾かなきゃいけないイメージってね、正直あると思うんですよ。私もなんか楽器の思想めちゃくちゃ苦手なんですよ。見られてる感がすごくて。でもこうやってね、隣に一人おればジャーンって鳴らすだけでも、それは立派な思想なわけなんですよ。だからそういうのをね、気軽にやってほしいなと思って、この企画をですね、担当の方と一緒に考えてやらせていただくことになりました。なのでぜひね、ちょっとギター弾いてみたいけどっていう方は、予約制になってるみたいなんですよ、なんと。なので1人30分ぐらいの枠にはなるんですが、まあ、ぜひね、この企画参加していただいて、皆さんにギターの楽しさを知っていただけたらなと思います。
アコギ、エレキ問わずにっていう感じになってるので、ぜひ要チェックでよろしくお願いします。まあ、まとめに入ろうと思うんですけど、去年に引き続きギターを弾かせていただくお仕事はもちろんやっていきたいなと思ってるし、培ってきたものを含めて何かお届けできるものがあれば届けていきたいなと思ってるし、まあ、昨年からやっております映像制作、そして撮影配信もね、力を入れてどんどんやっていきたいなと思っていて、もちろん自分から発信するものに対しても大事にしたいなと思ってるんですけど、誰かが発信したいものに対して力を貸してほしいっていう人にも私は協力したいなっていう思いでいるので、もしなんかそういう依頼があれば、関係者の皆さん、そしてまあこれを見てる皆さんで、ちょっと映像系困ってますみたいな方がいれば、ぜひご相談いただければ、栗山飛んでいきますので、いつでもご連絡お待ちしております。プライベート的な目標を言えば、まあ、これはもうね一択なんですけど、お犬様を飼いたいですね。残念ながらね、この家はペット家じゃないんで、ちょっとねその夢は2年ぐらい、やっぱ賃貸の契約って2年ぐらいじゃないですか、2年ぐらいちょっと難しいんですけど、いつかねちょっとねお犬様と暮らしたいですね。でも実家でもね犬飼ってるんですよ。でトイプー飼ってるんですけど、もうめちゃくちゃ可愛くて、お犬様がいるだけで頑張れるよね。なんかただ単に癒しとかじゃなくて、生活を共にしたい、支え合いたいよね、お犬様と。私にとっても君が必要だよって言ってこうなでなでして、お犬様からも飼い主がいないと無理だよみたいな、支え合いがしたい。今もちろんいろんな人に支えられてお仕事頑張ってるんですけど、そういうね、こうお犬様みたいな尊い子が家にいてくれれば、めちゃくちゃ栗山頑張れるなと思って、まあ、ぼんやり考えてて、まあまあまあ何言ってんだこいつみたいな感じで想像言ってもらえばいいんですけど、まあ、真面目なことを言うと、小さなことをちゃんと大事にできる人でありたいなっていうのは今年のテーマとしてありますね。あとね、自分を褒める、これはこの2つです。自分をちょっとしたことでちょっと自分を褒めるようにしてみるってことと、小さな幸せを大事にする、この2個で私は行きたいと思います。具体的に言えば、今日ご飯ちゃんと食べれた偉いとか、掃除機かけた偉いとか、もう生きてるだけで偉いっていうところを褒めたいなんか割と自分に厳しくて、あ、もうこれとこれこれできんかった、あ、自分はダメだみたいなとか、結構ねそういうとこあって、例えば休みの日で丸一日休もうと思って休んだとしても、休んだ気がしなくて、結局一日の終わった時に後悔するんですよ。うわー、今日休んどったけどあれとあれできたな、でも休みって決めとったしな、でもみたいなとことかあって、今日丸一日休んだ偉いとか、なんかそういう感じ、まあ、当たり前なんですけど、その当たり前をちゃんと褒めていくっていうのを改めてやりたいなと思ってるのと、小さな幸せは今日も天気が良くて幸せとか、今撮影ができてて幸せとか、今見てくれてる人がいて幸せとかね、なんか家族と連絡が取れて嬉しいとか、なんかそういうのを大事にしていきたいなと思っております。まあ、感謝の気持ちを忘れないってことですね。まあ今年もねこんな感じで、栗山さんいろんなことにチャレンジをして頑張っていきたいと思っておりますので、昨年も大変お世話になりましたが、今年も皆さんには大変お世話になろうと思っております。では今年も何卒よろしくお願いします。それでは以上、おつまるでした。じゃあねー。